本日はですね、スピンかけるときの力の入れどころっていうのが1個と、あとはですね、ハーフバウンドのボール打つ際の、まあ、ボールの抜き方ですね。この2つちょっと説明していきますので、よろしくお願いします。まずはですね、スピンなんですけど、まあ、こう回線で力を入れていきましょうね。こう回線ピュッて止める感じの、この動作に力を入れていきましょうね。この動作力入れるんじゃないですよ、この動作ですよ。で、それやる際に、まあ、普通にまっすぐパーンって飛ばすんでもいいんですけど、ちょっとね、下に向かって打っていく練習するとね、非常に力入れどころが分かりやすいので、下に向かって、ね、で、この時にクッとこう、クッと回線ですね、手首をこっからこっちに動かすんじゃなくて、ちょっとこう、ちょっと回してあげると、ちょっとこうですね。で、これで向こうまで、ネット越えて向こうまでしっかり跳ねる球いくかどうか。でも力の入れどころが悪いと、ちょっとね、抜けたような球になってあんまり跳ねないんですね。で、これが力強くバチンといってバチンと跳ねるかっていうところですね。これでグッとここで力入れるっていう感覚ね、すごく分かりやすくなってきますので、まあ一人でコートで練習するでもいいんですけど、まあ誰か立ってもらって、ちょっとスピン打つ練習させてあげるよかなんかで立ってもらって、まあ、バン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 打っていくと、まあ、非常に自分の練習にもなる。次がですね、例えばハーフバウンド、ハーフボレーしますって言ったときに、こうトトンとトトンと打つわけですね。トトンと。で、このハーフバウンドやるときに、前やったのですね。こうちょっと、ああ、こうちょっと上に抜いていきましょう。上に抜いていきましょう。で、これっていうのは飛んできたボールに対して押し度合いがね、あんまり考えなくて済むので、飛んできたボールに対して抜き度合いだけ考えていけばいいので、なのでハーフバウンドをちょっとオーバースピン側で打つっていうのは、そういった意味ですごくやりやすい。で、上に弾んでくるボールに対してラケットも上に出してきますので、合わせやすい。そう、なので、まあ、そこら辺の2つの理由でハーフバウンドはオーバースピンというのは使い勝手いいですよ。ただし、まあ、弾んじゃったりとかするんで、相手にとってはちょっと打ちやすい球になるんですね。なのでハーフバウンドのボールをもうちょっとスライス回転気味に返してあげると、するとですね、前飛んでバウンドした後ちょっと滑ったりとかしてくれて、非常に相手にとっても打ちづらいと。だからこの時に大事なのが、飛んでくボールの軌道のコントロールが大事になってくるね。もう上に飛んでちゃダメ、アウトしちゃうし、コートの中弾んでも相手打ちやすいし、こういかにね、こうまっすぐしっかり飛ばせるかで、ボレーでは下にこう抜いていきましょうと、下に抜いていきましょう。ただしこのハーフバウンドだと、ほとんどもうここら辺で当てましょう。で、ここからね、下に抜くって場所はないんですね。ハーフバウンド地面に近いところで打ってるので、ここから下に抜くって時間、場所がないので、感覚としては、まあ、こうポンポンと来た時にボールをね、うまく上に逃がすんですけど、この逃がし度合いのコントロールっていう感覚が必要になってくるわけですね。なのでこれも、まあ、練習としては自分の球出しで練習、
まあ、相手に立ってもらって、まあ、相手いなくてもいいんですけど、もうね、ひたすら簡単なもんですよ。ドドンで、どの程度逃がすか、どの程度逃がして飛ばすかっていうところで、しっかり回転かける。これね、これ分かりますか、ポンポンで、ボールの逃げどころなくまっすぐ飛ばすっていうのじゃなくて、ボールがちょっとね、ちょっと逃げるんじゃないかなっていうぐらいな感覚で、面作りしてあげると。で、するとですね、次回やりますけど、ロブボレーの感覚どうなんだとかって、もうそこら辺にもつながってきますので、ラケットはそんなに逃がさず、ボールに逃げてもらう。で、その逃げ具合のコントロールっていうので、球出しでハーフバウンドなんていうのも練習されるとね、いいかなと。で、相手に打ってもらうって言ったらですね、相手にしても、まあ、滑る球をストロークで練習するとかって、まあ、これはこれでいい練習になりますので、まあ、相手にとってもプラスになりますので、自分もプラス、相手もプラス。それでスピンとハーフバウンド練習して、スピンは力の入れどころ、ハーフバウンドはボールの抜け方を感覚の練習、ね、まあ、そんなようなイメージで、ね、やっていかれると非常に、手のひらの感覚良くなってくると思いますので、よろしかったらやってみてください。はい、じゃあ以上になります。ありがとうございました。